ただいま。やっていきましょう。流行り紙ですね。やっていこう。さあ今回は多いので、ちゃっちゃかちゃっちゃか、ちゃっきりちょっきりこっきり行っていきましょう。金自動運動、知らないなだな。え、全然ち、あ、違う、違うの。深く、合ってる。金自動運動で合ってるよね。深く金動とも呼ばれる。ほう。人間の生理的な筋肉の動きであり、自らが意識していないにもかかわらず、筋肉が萎縮し、ほんのわずかではあるが、体を動かしてしまうという現象である。おー。脊髄反射とかとはまた違うやつってこと。特に緊張状態では筋肉の硬直によりこうした現象が起こると言われている。こわばり的な。こっくりさんやダウジングなどはこうした無意識下で筋肉が動く現象によるものだと考えられている。ダウジングも？こっくりさんはともかくダウジングもそうなの？しかし他の説によれば、脳がその場に満ちる超自然的な何らかの異常や変化を感じ取り、それが無意識のうちに筋肉を動かしていることによるとも言われている。まあ自分が意識しないけど命令が出てるというか、命令が出てたり筋肉が勝手に収縮したり膨張したりして動いちゃうっていうことなのかな。意思とは関係なく的な。なるほどね。いやー、今度は落とさないでね。ワールドフォーユーで読んだな、第2巻。ある美しい夫婦に子供が生まれた。その子は正真正銘二人の子であったが、その要望は父母のどちらに似ることもなく、ひどく醜かった。やがて、その子のせいで夫婦の仲には亀裂が生じ、二人はその原因を亡き者にしようと考えた。つまり、子供を殺そうとしたのである。夫婦は六歳になった我が子を旅行と偽り、湖まで連れて行く。喜ぶ子供を連れて、一行はフェリーに乗り込んだ。不意に尿意を訴えた我が子に、湖に向かい用を足すように言うと、夫婦はその後ろから子供の背中を押し湖へと沈めてしまう。数年後、夫婦は再び子供を授かった。その子の要望は前の子とは違い、夫婦に似てとても美しかった。その子が6歳になったある日、急に湖へ行きたいと訴えた。夫婦は子供が望むままに湖へ向かう。そこは数年前に最初の子を葬った湖だった。フェリーの上で尿意を訴える子供に、夫婦は湖へ向かい用を足すように言う。両親に言われた通りに湖に向かう子供。その時、その子が不意につぶやいた。今度は落とさないでね。その顔は6年前に沈んだこの顔だった。この他にも同様の噂として、未婚のカップルに子供ができてしまい困った挙句に殺す、その後結婚して生まれた子供がというものもあり、少し設定は違うが最終的なオチは同様である。この話は実は古くから存在するものである。金品を奪うため旅の僧を殺した男に子が生まれる。ある晩に出た子が不意に父親に向かいこう言ったのだった。ある晩外にか、お前が俺を殺したのもこんな晩だったなと。子供の顔は僧の顔に変わった。また怪談で知られる、小泉八雲も知られぬ日本の面影の中で同様の話を残している。そこでは貧しさのあまり子を殺した親を
子供が急断刻するという形式をとっている。江戸の頃には貧困のために子供を山に置いてくるということも少なくなかった。口減らしってやつか。それがやがて現在に至ると、いわゆるできちゃったために子を捨てるという形に変わっているのがわかる。この話の一つをとっても、噂が社会のありようを克明に表しているものだということが理解できる。まあそうだね。やっぱ怪談とか都市伝説とか噂とか、そういった話ってのは時代ごとにチューニングされていくものなんだなっていうのはよくわかるね。自己暗示、事故の真相真理に訴えかけることによって物事の事象あり方を変化させる現象を言う。まあ、自分の中でのあり方ね。つまりは物事の展開などを思い込むことによってその結果に影響を与えるもののことを言う。まあね、俺が石油王だって言い続ける、思い込むことによって俺は本当に俺をあの石油王になることができるということだよ。つまり物事の展開などを思い込むことによって、読んだか、読んでないな。思い込むことによってその結果に影響を与えることを与えるというもの。スポーツのイメージトレーニングなどはこの自己暗示により良い結果を残そうとするものである。そもそも暗示とは、何度も潜在意識に語りかけ脳を勘違いさせることによって、その結果脳に支配された体そのものや行動能力などを操ることであり、一種のマインドコントロールであると言える。自己暗示により、ただの水を漆だと思い込ませることで、その水に浸した手をかぶれさせる。逆に、ただの水だと言い聞かせ、漆に手を浸したところ、手はかぶれなかったという事実も報告されている。漆でかぶれるのとかいうのは、物理現象ではなくて脳が起こしている現象だってこと？そうなると。体が反応させてるっていうだけってこと？脳が命令して。そういうことなのかな？まあ脳は無意識下でもいろいろと命令してんだろうね、体に。なるほどね。実際に暗示が人体に影響を及ぼすことは分かっているが、脳と身体のメカニズムは未だ完全に解明されていないため、なぜこのような現象が起きるのかは現在のところは不明である。病は気からなどというように、思い込みが体に影響を及ぼすという考えは昔から存在した。子供が怪我をした際などに、痛いの痛いの飛んでけなどと言って患部をさすることにより痛みを和らげようとするのも暗示の一種だと言えるだろう。なるほどね。まあ、そういう意味で言うと、小さいものから大きいものまで暗示というか、そういうものはいっぱいあるんだろうね、自分の身の回りに。やっぱポジティブシンキングっていうのは、それは大切だっていうのはそういうことだよな。なるほどね。自動書記、あれですか、なんか団長が使ってた綾野団長ではない方の団長が使ってたやつですか。正確に言うと、なんかスキルハントしたやつですか。霊などが霊媒者や霊能力者を有する人間を通じて現世に文字や文章を表す現象を自動書記という。あ、霊限定だの。自動書記を行う方法は様々で、通常の書記のように鉛筆などを用いることもあれば、最近ではパソコンやワープロなどを用いることもある。おー、じゃあ最近スマホとかもありえんの？スマホとか AI とか用いるんですか？AI 用いたら関係ねえか。しかし最も一般的にイメージしやすい自動書記の方法は、ウィジャ版などを使ったものであろう。なんかまあ最近は AI が文字書くようになっちゃったからさ綺麗な文字書くようになっちゃったから、なんかもう自動書記も何もっていう気がしちゃうよな。20世紀初頭のアメリカではウィジャ版によって呼び寄せた霊が自動書記によって本を出版するに至ったという実例がある。事実がある。事例がある。事実がある。なんで俺読めなかったよ。1913年、ミズリー州セントルイスに住むエミリーとパールという二人の夫人が、ウィジャ版に興じていたところ、ウ
ビジャバンが詩的な文章を綴り出したという。その例はペイシェンス・ワースと名乗り、二人に様々な予知をしてみせた。ペイシェンスの存在は近隣の評判となり、やがてジャーナリストの手によって全米に知れ渡ることとなった。その後、ペイシェンスはカーン夫人のウィジャ版を介し、口述によって悲しみの物語、希望、真実の地など様々な物語を執筆、出版。しかし、最初は物珍しさなどまで伝え好評を得たが、ペイシェンスの冗談な文章はやがて酷評されることとなる。イルカさんは喜びそうだけどね。その後も数冊の本や雑誌を出版するも、世間の興味はすでに失せており、ペイシェンスは1937年、カーン夫人の死とともに分断から姿を消したという。このペイシェンス・ワースなる人物が一体何者であったのか。カーン夫人自らの中に作り出したもう一人の人格であったのか、はたまた真実ウィジャ版によって呼び出された霊魂であったのか、真偽のほどは未だをもって定かではない。なお、コックリさんによる降霊術も自動書記の一種ではあるが、それによって呼び出されるのは低級の動物霊だと言われており、霊能力者たちからは危険視されている。うん、動物の方が危険なのかね、人間より。そこら辺いまいちよくわかんないけど。なるほどね。まあ、金儲けのためだった可能性もあるけどな、本出版しちゃうと。そこまでやっちゃうとなんか、そういう風にもうがってみることもできなくもないけど。うん、フォークロア。そもそもは19世紀半ば、イギリスのウィリアム・ジェイ・トムズによって作り出された造語である。英語でフォークは民衆に起源を持つ。ロア、レア、レア、レアは知識、言い伝えを意味する。つまりフォークロアとは民間伝承として、あるいはそこから生まれた学問である民族学のことを表す言葉として今日も使われている。しかし、日本の民族学が人々の生活に根ざすもの全般を扱うのに対し、フォークロアは主に伝承そのものを扱うことを主にしている。民間伝承という意味でフォークロアを捉えた場合、それは特定の地域内における民衆の間で幾年幾世代もの間語り継がれてきた伝説、迷信といったものを指すため、その出どころや根拠が不明であり、またメディアの発達によって爆発的に広がっていく噂としての都市伝説とは全く異なるものである。狭い地域で語り継がれてきた話ってことか。長年、17世紀から18世紀のイギリスではすでに今でいう民族学的な学問の芽生えが始まっており、多くの民間伝承の募集が集められていた。17世紀から18世紀のイギリス、これはジョジョですか？ジョジョこのぐらいの時代ですか？ワンが、初代が。その中で戦術のウィリアム・ジェイ・トムズがフォークアローという言葉を使用し、学問としての研究を呼びかけ、その後1878年にトムズと G.L. ゴムの2人によりイギリス民族学協会が設立されたことにより現在の民族学の基礎が出来上がった。その後イギリスに続き、フランス、ドイツ、スペイン、イタリアと各国で民族学協会が設立。その波は日本にも波及し、大正時代にはさくらちゃん民族学協会が設立されるに至ったのである。なるほどな。ってことは帝国歌劇団が暗躍している、暗躍っていうか、なんか一応秘密組織として、秘密を守りきれてない秘密組織として暗躍している時には設立され始めたのか。なるほどな。今後桜大戦のシリーズが続いた場合はなんか関わってくる可能性があるな、民族学協会関わってくるのかな。どうかな。民族学、個々の共同社会が持つ相対的な伝統、伝承文化、あるいは生活文化を主に伝説、伝承の募集や伝統儀式、習俗といった
側面から研究する学問のことである。衣食住や生業、冠婚葬祭の儀式や祭なんちゃら行事といったより生活に密接したものから、なんか前読めたけど今読めんくなったな。伝説、昔話、民謡、怪異現象、牧戦って読むのこれ、牧戦、ひいては宗教に至るまでこと人間の生活に結びつくものの多くをその研究対象としている。明治大正期には民族学問的研究を土俗学と呼び、その研究対象も漠然としたものであったが、昭和期に入り民族学の父とも呼ばれる柳田邦夫が民間伝承論あるいは郷土研究と呼んでいた自らの研究を民族学という言葉で表し、それ以降一般に用いられるようになった。民族学においてその地域社会に幾世代にも渡り受け継がれてきた民族の民間の伝承、つまり文献に残されていない事柄が研究対象となるため、研究方法もフィールドワークが中心となる。それによって過去から現在までの一般庶民の生活が体系化され、また宗教学、歴史学、社会学、考古学といったその他多くの学問が見落とし扱われることがなかった民衆から見た世の中の事柄が明らかにされたという点で非常に意義深い学問であると言える。なるほどね、そうなんだ。ちょっとピンとこないけどそういうことなんだ。意義深いんだ。民族学ね、聞いてる分には面白いかもしれないけど、どうなんだろうね。まあ噂ではないのか、やっぱ語り継がれてるものを集めてるってことが、フィールドワークっていうの大変だね。本当に現場に行って話を聞いて集めていくって感じするから、大変だね。あ、これで終わりか。はい、じゃあ今回はこんな感じでした。割と読んだ方でしたけど、思ったより時間かかってないね。あ、なるほどね。はい、それなりには埋まってきた、4分の1埋まってきた感じですね。まだまだですね。気になってるのは一番最後が何になるんだろうっていうのと、一番最初かなって思ってますけどね、こういうのって。はい、ありがとうございました。ありがとうねー。